こんにちは。こんにちは。哲学の劇場の吉川博光です。山本孝光です。人文的、あまりに人文的、第66回ぐらいになりますぐらい確か、はい、はい。で、今回は、注目の新刊、いきますかね。久しぶりに。そうしましょう。もうどんどん続々とね、出てますので、本が出てるんで、紹介していかないと、はい、我々も困ったことになるんでじゃあ山本くん、近年の収穫。はい、近年の収穫ですが、今日はちょっとあれですね、別に狙ってそうしたわけじゃないんですけれども、キャラクターカタログ的な本が揃ってる気がします。はい、まず一冊目ですが、佐藤健さんの倫理の問題とは何かという公文写真集ですね。サブタイトルがメタ倫理学から考えるというね、タイトルになっています。で、まあ倫理学についてとかね、倫理の本っていうのはそれこそたくさん出ているしね、倫理って言葉自体も日常的にも使われる場面があってね、例えば私も昔ゲーム会社でゲーム作ってる時なんかにも、しばしばなんていうのかな、こういうシーンっていいのかねみたいな話をするときに、倫理的に問題があるんじゃないってこうコメントする人なんかがいてね、そういうふうにしてごく普通に使われるんだけど、ただそういう時の倫理的にどうなのっていう指摘は、なんかそれってそのまま出すと問題にならないぐらいの、まあ言っちゃうと軽い感じなんだよね。で、それに対してね、倫理っていろんな判断の仕方があるんだけど、実のところ何をしてることになるのかなっていう、そういう根本的な問いを探求するのがね、この、倫理の問題とは何かって、まあ署名の通りなんですけどね、そういう本なんですね。これはなかなかコンパクトに、しかも20世紀以降のね、倫理学。倫理って高校の倫理学もそうだけどね、どうしても古代のアリストテレスとか孔子とかね、そこから始まってこう、現代に向かうっていうふうになりがちなんですが、これはどっちかっていうと20世紀半ば以降の、特にイギリスで展開された、倫理学の学説をベースに、検討しているんで、そういう意味でもね、ちょっとありがたいというか、他の本ではあまり名前をひょっとしたら見かけない、倫理学者たちというか哲学者たちがね、出てくるんですね。こういう場合はこうすべきだとか、ああすべきだっていう、反倫理学とは、ちょっとスタンスが違う、そもそも倫理の問題とは何かとか、良いとはどういうことかとか、まあ、そういうことを考えるメタ倫理学の入門書って感じですかね。そうですね。なので明確に個別具体的な問題に答えを出すっていうよりは、そもそも人が何かを良いっていうとはどういうことかとかね、それはどういう条件があるかっていうことを、さまざまな説、時に対立する説をこうやって並べながらね、検討していくんで、その点非常に勉強になるんですね。で、さっきキャラクターカタログみたいなって言ったのは、この本に出てくる中心的な哲学者が、例えばフィリッパ・フットって言って、なんだっけ、トロッコ問題を最初に提案した人とかね、それからリチャード・ヘアとかエリザベス・アンスコム、アイリス・マードックとかね、そういった人たちがどんなふうに考えて論争も含めてね、議論したかっていうのを紹介してくれてるんですね。はい、という本でした。じゃあ次は吉川君、近年の収穫はいかがでしょう。たくさんあるんですけどね。じゃあ、じゃあ私もね、ちょっとキャラクター集っぽいんだけど、ボリュームがちょっと半端じゃないってやつ。上下巻、ギンズバーグ・ヤブロンカ教著の動物意識の誕生っていう本で、まあタイトルの通りなんだけど、まあ、ここで動物意識っていう、なんか人間の我々のその日本語の意識っていうのよりもうちょっと広くて、元のタイトルはね、The Evolution of the Sensitive Soul。
感じる魂、うんうん、まあそういう、だからそのどうしてもその心の哲学とかもまあある程度そうなんだけど、うん、あの、うん、心って言った時にどうしても当たり前だけど我々は人間だから人間中心主義的なバイアスもかかっちゃうんだけど、でも、うん、どう考えてもそのね進化の産物なわけだからある程度の幅を持って、うん、そういうのは考えるべきで、うん、という、うん、まあ当たり前のことなんだけど、うん、そういうまあ我々が意識と呼んだり心と呼んだり感覚と呼んだりするようなものも、うん、あの進化的な観点からまあ考えなきゃいけないと。ただそれにはそれで、うん、その研究にもそれなりの厚みがあるし、かつ進化的に考えるってことはまあ簡単に言うと歴史的に考えるってことでもあるから、うん、あの進化学そのものでもあるわけじゃん、うんうん、というわけでその二重の意味でキャラクター、その研究者たちのキャラクターもあるし、うん、あとなるほど動物たち、うん、生物たちのキャラクターもあるんで、うんうん、二重の意味でね非常にあの読み手のある、うん、あのものになってますね、はい、いいですね。あれを思い出しますね。タコの心身問題、うん、あそうだね、うんうん、あのアザーマインドっていうね、うん、現代だったかな、あの本もあの前半は前半っていうかね、あの初めの方はずっと進化論的な検討をしていて、でどこで心と言えそうなものがね生まれたのか生まれないのかっていう条件をいろいろ探っている中で、あのやっぱり他の種のことをね考えるっていう、そういう議論してましたけど、それをさらにだからそこの部分をしっかりやってみせるという感じかな、うんうん、かなりこのその人間だけじゃなくてもうちょっと幅のある、うん、その、うん、意味での意識の研究、うんうんっていう点ではもうかなりこの本は決定版と言ってもいいぐらいのボリュームですね、うん、でなんかすごいのはさ、うん、この翻訳の鈴木大地さんさ、うん、あのつい最近だけでもさあの、うんファインバーグ・マラットの意識の進化的起源ってあの同じ形相処方の、はいはいはい、あれとかさあと、うん、去年かな意識の神秘のを暴くっていうあのこれもファインバーグ・マラット大丈夫かなっていうぐらいすごいね、マシンのごとき、うん、八面六臂の活躍ですね。これも2019年の本だからね、だからそう考えるとすごいですね、うんうん、早いですね、うん、まあで、はい、あとね、うん、これたまたまなんですけど、あの、うん、来月あの B&B っていう書店で、うん、これについてあのお話を私があの聞くっていうイベントもあるので、うんうん、まあそれも込みで今ちょっと勉強してるところですね、うん、あ、なるほどね、それは楽しみですね。もう予定日にちとか決まってるのかな、うん、これから2月7日、うん、7日ね、動画の概要欄に、うん、はい、お知らせします。はい、うん、まあ想定もとても、うん、はい、本でした。そうなんだよね、動物意識の誕生、はい、というね、ことでした。ありがとうございます。次はいかがでしょう。はい、じゃあ私の2冊目ですが、こちらです。おお、はい。レベッカ・バクストンとリサ・ホワイティング、教著の哲学の女王たちというね、本で、サブタイトルがもう一つの思想史入門という、これはあの小文社から出たばかりの翻訳書です。でこれもうタイトルからねキャラクター列伝みたいなあの雰囲気はお分かりかと思いますが、ですね、哲学の歴史の本っていうのは今までねずっとあのたくさん出てきましたけれども、大体男だらけなんですね。てかほぼ男みたいなあの状態でね長いことあのやってこられましたが、私の見てる範囲だと20世紀末ぐらいからね少しずつその女性の哲学者の歴史とかね、彼女たちにスポットを当て直すという研究があのちらほら出てきていて、でここのとこね、あのこれ英米圏ですけどね、英米圏ではそれがさらに加速していてね、あのもうイタリアのこの時代の女性の哲学者とか、あのアメリカのとかフランスのとかね、ドイツのこの時代とか言って、あの様々な時代と場所というのかな、それについてのそこで活躍した女性哲学者の研究書っていうのがね、あのこの後も
今年だけでも何冊か出る予定であるのを見かけましたけど、それのね、一部というか、しかも一般向けにね、読めるようにして、20人ぐらいでしたかね、20人の、女性の哲学者たちを扱った評伝集なんですね。うん、で、面白いのはヨーロッパにだけ偏ってもいなくてね、例えば古代中国の、人とかね、何でしたっけ、名前がね、万象っていう名前で、古代中国で感情の完成に貢献したという人とかね、それからまあよく知られているところではシモーヌ・ベイユじゃなくてシモーヌ・ボーヴォワールのかな、ボーヴォワールとか、それからハンナ・アーレントとかね、そういう人も登場しますという、そういう本ですね。だから今後ますますこういう研究とかね、紹介が続いていくと、そのうちもうちょっとしたらね、哲学の歴史全体をこうもう一回書き直すという作業がね、生じてくるんじゃないかなと思って、それも期待しています。はい、さっき山本君が紹介してくれたメタ倫理学のさ、本にも出てくる、うん、アンスコムとか出てると思うね。うんうんうん、あ、そうそう、アンスコムとかね、アイリス・マードックみたいな人もね、うん、出てきてね、そうなんです。これはありがたい本だなと思って、早速大学の哲学の講義でも紹介をしておきました。ありがとうございます。これさ、はい、訳者後書きの最後のところ、うん、そうそう、なぜかね、吉川区の名前が出てくるんだけど、不思議な言及のされ方してんだよね。そしてまるで神のごとく、見えざる手によって本書と私を結びつけてくださった吉川博光さんに、こっそりと感謝を捧げたい。一番最後に書いてあるんですけどね、見えざる神の手だったんですか。いや、これね、本当にね、まるで見えざる神の手のようにね、作用であるかのように作用したんですよ。実際この、うん、私、役者の向井さんと、お目にかかったこともないんだけど、うん、私、小文社入社する前に、うん、私の、前職がね、を、うん、私が失うとは到底、そんなこと、夢にも思ってない時期にですね、この本、現地が出る前にね、うん、観光情報を見て、それでこの本、うん、こんな本が出ますってツイートしたんですよ。うんうんうん、で、それを見た小文社の編集の編集者が、うん、まあ、目に留めて、企画を通した、うんうん。で、版権を取った頃に、私がたまたま入社して、うんうん、翻訳者どうしましょうかと、うん、なった時に、まあ、私そんなにね、職業翻訳者の方たくさん存じ上げてるわけじゃないんだけど、今まで私が、うん、まあ、趣味で読んできてすごくいい印象のあった方がね、この向井さんって紀伊国屋書店から出てる100の思考実験っていう、あ、はいはい、結構ベストセラーっていうかロングセラーになった本だった、うん、そうだね、うん、あれだけじゃなくて、あと私の愛読書であるプリズンブッククラブ、うん、本当だ、あれの翻訳者でもあるんだよね。うんうん、で、あ、この人、いいんじゃないかなと、うんうん、思って、まあ、うん、推薦したら。実質企画してプロデュースしたような状態に近いんじゃないですか。あ、まあ、1ミリも手を動かしてないんですけど、私は。口しかして。ツイートして名前を言っただけみたいな。そうそうそう、うん、でも決定的なポイントだね、その2つがね、うん、なんか、うん、だから本当にめったにないぐらいスムーズにというか、うん、まるで神の手であるかのように、うん、対応した。そういうことか、うん、そんなことってあるんだね。でも ね、うん、もう毎日こんなことばっかりだったらいいね。仕事になるよね、それだけで。楽しくやってられるね。もうね、葉巻かなんかスパッ。そう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 。もうずっと日経とか読んでて。これ。ゴルフのこのパターあれやって。そうか。まあまあ毎日とはいかないけど、いかないまでもね、たまにはこういうことがあるといいね。うん、まあね、そうとばかりはうまくいかないから、うん、毎日苦労しますね、うんうんうん。うん。まあでもツイートしとくもんだね。うん、そうね。うん、ありがとうございました。はい、裏話を伺いました。うん、じゃあ、吉川君、2冊目はいかがでしょうか。はい、じゃあ、2冊目もある種、これも、うん、キャラクターっぽい。ただ、うん、今回も、普段と逆のパターンだけど、うん、でかいです。
ああ、でかい。うん。まず1冊目がね、これちょっと2冊セットで、うん、紹介したいんですけど、1冊目が、地泉書館っていう、うん、地の泉と書いて地泉書館。うん、人文学系の非常に有益な学術書をたくさん出してる出版社。うん、これの、古典の挑戦っていうね、うん、古典って言ってもクラシックス、ね、うんうん、古代ギリシャローマの文物。うんうん、これの、研究を志す人々、うんうん、これから研究してみたいという人々のためのガイドブック。ああ、手引き書なんだ。手引き書。ただね、ものすごい分厚いんだよね。うん。うん、手引きされることがいっぱいあるわけね。でね、うん、これね、すごく面白くて、うん、この本が想定する読者は誰ですかってもういきなり書いてあるんだけどね。うん、高校生以上でね。うん。かっこ中学生もかって書いてあるんだけど。お、すごい。間口広い。うん。クラシックス。うん、日本では西洋古典学と訳されます、うん。とは何かを全く知らない人、聞いたこともない人に向かって書いています。うん、お、すごいですね。うん。うん、でそういうことで、まあ、そもそもクラシックス、うん、その古典とは何ぞやっていうところから、うん、ギリシャって一体何なんだ、うんうん、でホメロスっていうのは何で読むのが難しいのかとかですね、うんうん、合唱隊は何やってたのかとかね、お、コロスが何やってたか、うん、そう、あとツボエってあるじゃん、うん、ギリシャのあれは何を語ってるのかとかね、うんうんうん、あとは有名なローマ法、うんうん、ローマ法っていうのはどういうふうに機能してたかとかね、うん、なんかすでに十分面白そうですね、うん、そう、なんか手引きされなくてもいいから読みたい感じがしてきた、うん、すごいんですよ、うんうん、これさらに面白いのがね、うん、これね、うん、このね、クラシックスね、西洋古典学をね、うん、別にね、うん、職業選択の自由があるからね、人間には、うん、これを職業と別にしろとは言わないと、うん、もちろんしたいって言っても止めないけどと、うん、でね、大学でね、少しでも面白いと思ったら勉強してみたらいかがですかと、うん、で、そして卒業したら社会に出て仕事をしてください。お、うん。職業は何でも構いません。うん。どんな職業に就くのであれ、クラシックスは役に立ちますと。お、すごいですね。うん。で、その時の、まあ、よすがにもなるだろうっていう。うん、うん、うん、うん。それ、書いてるの、どんな人なんですか？ね、主にね、オックスブリッジで、ああ。研究した人たちが、なるほど。うん。筋金入りのね、うん。古典学者の方々がね、うん、たくさんそれぞれの専門のテーマについて書いてんだよね、うんうん、まさに古典学の牙城だものね、うんうん、でね、だから成立も面白くてね、何のためにこの本できたかっていうとね、うん、まあもちろんそういう、うんうん、読んでもらうためなんだけど、初学者の方にね、うん、でも具体的にはね、うん、トップスっていうね、サマースクールがあるらしくて、うん、これはね、東京オックスフォードプログラムオブサマーっていう、その夏の研修プログラムがあって、うん、まあそれのために、うん、作られたっていう。あ、そうなんだ、うん、すごい贅沢な感じがしますね、うんうん、まあだからまあね、これで、まあ、我々もまあ仮想的にサマースクール通ったことに入門できるっていう素晴らしい、うん、それはとても良い、良さそうな本だね。うん、でね、もう一個ね、ついにして、うん、これ紹介したいんだけど、うん、方向が逆なんだけど。時代が逆ですね。うん、SF プロトタイピングの、うん、まあ、入門書というか、うん、現在の、状況を教えてくれるガイドブックが、うん、早川書房から出ました。うん、で、この、うん、まあ、古典はさ、うん、その英知にさ、やっぱり触れるために我々古典にバックキャストしていくわけじゃん。うん、で、うん、
SF プロトタイピングもある種似ていて、あの、うん、未来をあの、うん、なんていうかサイエンスフィクションの技法で、うん、未来を作り上げて、そこから現在にバックキャストして、うん、今何が必要かを考えるっていう。そう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 。だからそういう意味ではね、あの、うん、全く別のように思うんだけど、うん、あの通ずるところもまあ合うと思うんだよね。うんうんうん。でまああのもともとね SF プロトタイピングってあのこの言葉自体はね、まあ、インテルの、うん、あの属してる未来学者が、うん、まあ、あのその言葉としてはあの普及させたんだけど、まあ、実際にはさ、うん、あの、うん、まあ、いろんな人が無意識それそうとは言わずにやってきたわけじゃん。うん、あのまあね、イノベーターって言われるような人は結構そういう手法でさ、うん、あの、まあ、スティーブ・ジョブズにしろね、うん、あとはまあ昔からテッド・ネルソンやアラン・ケイみたいなビジョナリーがいて、そういう人が作った世界からバックキャストしていろんなものを、うん、ガジェットをね発明したりしてきたわけだけど、そうそう、まあそれをまあ現代の、うん、まあ、日本のあの第一線で活躍してる人たちが寄ってたかって、うん、これについて書いたと、うん、そういう本ですね。これまた面白そうですね、うん、しかも SF の本領発揮だよね。あの、いや、そうだね。仮にこのようなものがあったとしなさいと、うん、その時どうなるかっていうね、うん、その世界、そういうものが存在する世界を思い描いてみてね、で、そこから現在を逆照射して、うん、あの私たちが置かれている状況をね、あのより一層見えるようにしちゃうというね、これ SF がずっとやってきたことでもあるからね、それを使ってまあだから応用範囲広いよね。さっきの古典もそうだけどね、うん、そのやり方が実際にね、頭、アシモフのロボット原則三原則とかさ、ロボットの、うん、あと、うん、アーサー・C・クラークのね衛星の話とかさ、うん、まあ、結構それに類することはねこれまで、うんうん、やられてきたわけだし、うん、あと何よりその現在の状況から、うん、それを外装する形で未来を想像してっていうのが、まあ、結構普通のやり方ではあるんだけど、うん、でしかもそれ全くその無意味とは言わないし、実際無意味じゃないんだけど、でも、うん、例えば今のコロナ禍みたいなのは5年前の我々は全然想像もしてなかったわけだから、うん、外装法では到底無理な世界なわけじゃん、うん、そうそうそう、やっぱそういう時にね SF プロトタイピングっていうのは、うんうんうん、すごい威力を、うん、潜在的な力がすごいあるなっていうふうに、うん、そうだから必要なんだよね本当はね、その発想の仕方もね、現在の延長線上だけで考えるとどうしても話がこうシュリンクする方というかね、うん、そっちに向かっちゃうんだけど、一旦こう思いっきりジャンプしてそこから振り返るっていうね、このやり方も併用した方があのうまくいく場合が多いけど、いずれにしてもなんかシミュレーションの仕方としてはね、頭に入れておいて良い、こんな言い方すると口はばったいけど基礎教養の一つなのかもしれないね、うんうん、そうするとあの SF も普通の SF 小説も面白く読めるようになると思うし、うん、そうそう、あとそういう視点からそれこそこの古典を読むとさ、またそれはそれで面白いと思うんだよね、うん、そう、その人間の解剖は猿の解剖のための一つの鍵であるじゃないけどさ、うん、あのおなんか面白い古典の読み方が今まで誰も読んでなかった読み方も多分出てくると思うんだよね、そういうふうに、うん、そうだね、うん、あのさっきまさに吉川君が言ったようにね、未来から現在にバックキャストするように、古典を偶してみることでね、あの違う発見ができるかもしれないよね、うん、いいですね。意外な組み合わせだけど、うまく着地というか、しましたね。はい、じゃあ次、山本くん、最後かな、どうですか。はい。じゃあ3冊目、これで最後ですけれども、山本勉さんの定本仏像の秘密という、朝日出版社から出た本ですね。で、これはイラストもたくさん載ってる本でね、川口澄子さん。がイラストを担当しています。で、あの、著者の山本さん、あ、そうそう、ありますね。山本先生と言いたくなりますけども、あの、日本の彫刻の歴史、仏像の研究をね、長くされている方で、
この本は以前同じ朝日出版社から仏像の秘密とね、俗仏像の秘密として2冊出ていたものを元にして、それを合本してさらに新しく2つぐらい、秘密を加えてなったというね、そういう内容の本なんですね。で、まあこれはまさにですね、仏像っていうのは本当にキャラクターがいすぎて、どれがどれだかね、なかなかこう見分けがつかなくて、まあ困るかどうかわからないけどね、見分けがつかないものなんですが、この本はその中からね、非常に大胆にというか、もちろん詳しい人だからこそ可能な10のポイントをね、秘密を設定して、で少なくともこのポイントがね、何が意味するかが分かるようになれば、今までね、こう仏像が並んでても、どこがどう違うのか分からなかったような人でもですね、とっかかりができてきて、でとっかかりができてくるともっとね、詳しく違いを知りたくなるから、さらにね、奥まで進みたくなるという、そういう格好の案内になっていると思うんですね。うん、なのでこれ私元の本も両方読んで、本当にこういう本があってよかったなと思いましたけどね、新たにまた手に取れるようになったので、今回ご紹介したいと思いました。うん、何しろ決定版ですからね。そうなんですよね。継続にさらにね、おまけもあるから。そう。そうでさ、このさ、帯にもあるんだけどさ、うん、この橋本真理さんの推薦文がさ、うんうん、名前も知らない初めて見る仏像でもそれを観察し、うん、考えるための手がかりが自分の中にできる、本当の分かる絵と導いてくれる本と、うん、こんな本いつか書いてみたいもんですね。書けるとしても相当先じゃないかっていう。でもまあ、うん、そういう本だよね、うん、これはね、そうそうそう、めったにないけど、そんな本。うん、そうだね、ここに書いてあるそのポイントがもし頭に入ってね、理解できていれば、そう、まさにそうだね、初めて見る仏像であっても、ある程度ね、こうそのポイントから判断ができて、大まかに捉えるとかね、捉えきらないまでも、手がかりを得ることができちゃうっていうね、うん、それは確かにね、仏像に限らずそんな本が作れたら素晴らしいね。うん、まあ朝日出版社のさ、秘密シリーズはさ、うん、そういう意味ではさ、うん、古賀博之さんの書の秘密にしろ、藤原恵里さんの西洋絵画の秘密にしろ、うん、まあ、そういうコンセプトで作られてるシリーズだよね。うんうん、そうそう。まあ、山本くんのコンピューターの秘密って本もありましたね。多分秘密シリーズで最も売れなかった本ではないかと思いますが、まあ、改訂版出したら売れるかもよ、今。うん。そう、まあだから気持ちとしてはね、そういう、うん、そういう気持ちだよね、うん、そういう気持ちで書いたんですよね。そのポイントさえ分かれば、初めて遭遇するコンピューターもこういうものだというふうにね、偶することができるっていう、まあそういう意味で話戻せばね、仏像の秘密は最初の方はもう本当ね、仏像たちにも組織があるっていうところから始まって、例えば如来とね、菩薩と明王っていうのはこう、うん、ちゃんと区別できるっていう、そこからもうすでにね、仏像が出てきたときに、そのどこに分類されるかなっていうふうに、大きく捉えられる、ね、どの一味なのかっていうのがね、これで、そうそうそう、組織のどの辺にいるやつなのかっていうのもね、分かるというので、読めば読むほどものを見る目がね、変わっていくのも体験できて、そういう意味でも本当これ優れた本だなと思います、という3冊目でした。ありがとうございました。じゃあ吉川君、最後の1冊はいかがでしょうか。まあ、これも考えたらちょっとキャラクター図っぽいな。うん。共和国の新刊で、ああ。清原雄編、レイシズムを考える。うんうん。そのまんまでね、レイシズムに関する、うん、論考集なんですけど、うん。何しろね、まず、うん、本当にね、20人ぐらいの第一線の人々が、うん、論考を寄せていて、うん、でかつさまざまなジャンル、うん、まあ当然ながらレイシズムっていうのはさまざまな場面にまあ
残念ながら現出する人間的現象なので、うん、さまざまな学問領域で問題にされざるを得ないもので、うん、でまあ本当にね、うん、社会心理学から精神分析から、うん、政治学当然ね、うん、あと国籍とか戸籍の問題からナショナリズム論やアート、うん、もう本当にいろんなね多彩な方々が、うん、論考を寄せてる、うん、しかもね結構ねもうこのレイシズム研究についてかなりそれなりの蓄積を持ってる研究者の人も結構いるんだけど、うん、改めてねなんか、うん、このレイシズムを考えるってこのその本のためにまあ初めて読む場合でも分かりやすくねまとめ直してくれてる論考が多くて大変ありがたい、うん、例えばね、うん、松本拓也さん精神科医の、うんで、まあ、ラカンのね、精神分析理論でも有名だけど、この人の、うん、レイシズムの精神分析の研究って、まあ、いろんな場所でね、うん、発表されてきてると思うんだけど、これ読むと大体わかる。うん、ああ、なるほどね。入り口としてもいいわけね、その本自体が。うん。あとね、高文明さん。うん、これ、私前、書評したことあるんだけど、うん、レイシズムを解剖するっていう、ネットの、定量的な研究、うんうん、これもその研究の意義とか成果っていうのをまとめ直してくれてる感じで、じゃあ趣旨としてはレイシズムの多様なねあり方をするレイシズムについて、うん、論者がそれぞれどちらかというとなんだろう、あまりその個々のレイシズムとかそれを扱う議論の仕方とかに馴染みが必ずしもない人でも読めるように、うん、教えてく案内してくれるという感じの本だ、ね、うんうん、非常にね、うん、いい本だと思います。そういう意味で、うん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 、なんか類書はありそうでなさそうな感じもするね、うん、そこまで、ね、そう、うん、レイシズムに関する本はね何冊かあるけど、うん、こんな風に多分野、うん、集まって、まあね、何しろ経済的問題でもあるし政治的問題でもあるし、うん、あと美学的な問題でもあるっていう、うんうん、それをいろんな角度からっていうのはあんまりないと思うな。そうなんだよね、確かにね、まあ、一人の人間じゃ無理だからね、うん、それ、まあ、しかもね、さっき吉川君も言ったことにつながるけど、例えば今日ねツイッターを一日見てるだけでね、うん、本当に多種多様なレイシズムに残念ながら遭遇するからね、創作物の中に現れる、話もあればね、スポーツ選手に向かって起きることやね、うん、人種そのものの話もねあったりとか、だからそれをまあツイッターの方だけ見てると本当うんざりしてしまって、どうしていいか、困ることもありますけどね、いかに論じることができるか、いかに対処することができるかっていう、うん、頭の整理もしてもらえるっていう意味でもなんか良さそうですね、うんうん、本当にね。あとね、山本博樹さんのアート、うんうん、レイシズムに抵抗するアートの紹介なんかも、うんなかなかこういう情報って得難いと思うんだよね、うんうんうん、あとね、共和国の本は、うん、Kindle 版ないので、うんうん、そこから離れて紙の本を読みましょうっていう感じね。そういう点でもちょっと半歩下がって、うんうん、そうだね、距離を取ってみるっていうのは大事なのでね、そうか、そういう意味でも距離を取るためのね、ツールになるわけだね、うんうん、ありがとうございました、うん、いやー、今日は今日で結構盛りだくさんでしたね。ちょっとしか喋ってないのに結構疲れた。そう、そうなんですよ。意外とこれね、適当に説明してるように見えながらね、いろんなことを我々なりに考えながら喋ってる。うん、だって、だいぶ実は。しかも注目の新刊なので、きちんと、ちゃんと全部、検討した上でじゃなくてね。そう。でね、うん、なかなか、ただ、その、
なんでこの本を手に取ったっていうこと、いうこと自体が、まあ、ある種の情報だから、うん、まあ、そういうつもりで我々も、まあ、紹介してるわけですけどね。うん、そうそう、うん。だから中身の紹介、あの詳細なね、検討とかは、まあ、皆さん各自読んで、うん、で、うん、その上で我々に教えてください。うん、こんな本があるよってとこまではお伝えしましたみたいなね。うん、というね、ことでした。まあ、そういうわけで。はい。じゃあ、また来週。はい。しますか。はい。ありがとうございました。ありがとうございました。